さあ、ということで、ギアーズ・オブ・ウォー4の方を続きからやっていきたいと思います。で、燃料をね、予備燃料を入れるために、こっち側へちょっと行ってみようっていう話で、これ、ちょっとドロップショット使ってみるか。ほら！あ、なるほど、地面に刺してるな。オッケーオッケーオッケー、わかったわかった。なんかドリルみたいなのを地面に刺して、それが爆発してるんだな。じゃあ結構いいじゃん。地雷的な使い方をする武器なんだな。で、おそらくあんまり遠くへは飛んでいかない。お、あ、結構かっこいい感じのあれなんだな。あ、で、ちゃんと左右にあれか、レールがついてて、よし、下に行こう。まあそうだね、それは分かってるつもりではいるけど。で、ファブリケーターがあるってことは、で、ファブリケーター、武器はとりあえずいいから、プラットフォームの上じゃ不利な戦いを強いられる。まあそりゃそうだ。でこい、あ、セントリーのレベル2とかある。友人のヘビーターレット、セントリーを置いておこうかな。とりあえずセントリーをここに設置で、おそらくここに籠城するっていう感じになるので、なんかこのワイヤーも変わってるな。バリアのレベル2だ。バリアを設置。これはね、一応自分たちが上を通っても問題ないと。で、これは、あ、セントリーがもう1台置けるのか。じゃあこれで完全に死角をなくす感じで、で、これをちょっと持ち上げて。なんかね、どこぞのエイリアンの映画でこんな、こんなことしてる場面を見たことがあるような気がしますけども。よし、これで一応全部だね。あ、やばい、オートターレット君が一つ壊されてしまった。あ、二つも壊されてる。で、ハンターってのがおそらくあのトルク棒を使ってるこの人たちでしょうね。いった、ちょっと待って待って待って、やばいやばいやばい。オッケー、ありがとう。で、トルク棒に当たってしまうとやばいので、フラグアウト。死んだか？はいずってる。よし、はいずってるのはもう殺そう。痛い。今のところ、こっから全然進めてないからね。よし、オッケー。うるせえ。耳元がうるせえ。なんだこいつら、仲良しかよ。オッケーオッケー、ナイス。で、トルク棒のハンターがいるからこいつは倒しちゃって、待って、やばいやばい、あー危ねえ、カオスだな。よしよしよし、オッケー。ああ、よかった。そう、let's restart it。 wait wait、 that's not gonna work。トルク棒もらっとこう。うん、オーバーヒートしてると。エンジンルームを探さないといけないと。で、機関室に向かいましょうっていう話になっておりますね。弾薬は、うん、多くはないけど少なくもないな。よし、じゃあ機関室へ向かおう。動力室はどこにあるんだ。あれ、あ、ん？機関室どこだ？自分で探せってやつこれ。あ、こっちか。こっち側にあるみたいだけど。あ、ランサーはもう弾が、じゃねえ、ランサーは敵使ってないから、この COG の箱からしか手に入んないんだな。うん、多分これを回したりとかするんじゃないのかな。うん、でかいホイールがあるが。あれ、ああ、2人で回さないとダメなのか。
ワープしてきた。で、A ボタン連打して、で、これエンジンを冷却と。あとは冷却液に仕事をしてもらおう。そうだね。オッケーオッケー。ってことは、これをまだしばらく続けるってことかな。そうか。まだ続くのか。カウンサー。おおち。まあ、とりあえずこの火力の前にいくらパウンサーといえど耐えられないでしょう。あ、案外耐えてる。おっと、あ、いたいたいた、ちょっと待って、やばいやばいやばい、ありがとう。パウンサーとジュービーが来て、うるさいけど助かるな。やべ、リロード失敗。焦るな焦るな。まあでもそれはいいことですよ。分からない、分かるわけがない。確かにこんなことやばい、やばそう。おお、プラットフォーム壊れたじゃん。危な。What just happened? I don't know, but this ride sucks. 乗り心地は最悪だな。おお、何緊急用ブレーキ。OK。で、緊急ブレーキのところまで行きたいと。オフか。これあんま時間ないんじゃないの？ちょっと待って、これは走り抜けて大丈夫？ちょっと待って、お前らも死んじゃうから。なんとかなったら誰も死なないで済んだら。間違いなくあの領域。まあでもそこでね、助かってもらわないことには。お、エンジン効いてる。エンジンじゃない、ブレーキ効いてる。いやー、ありがたいね。あ、そうなんだ。それは笑うでしょ。Now is everyone all right? Surprisingly, we're good. Good enough. 面白すぎる。Then let's find my dad. じゃあ親父を探しに行くか。今のはちょっと最高だったな。Son of a bitch! バーン。半端なくギャグでしたね。地獄行きのエレベーター。ローカストの埋葬地。ああ、やっと着いたね、ローカストの埋葬地に。COG が採掘したオスミウムもここにあるわけだね。大事業って感じだね。ランサーのバイオネットはかつてオスミウムでコーティングされてたんだ。とりあえずリロード。いやー、でもまあ面白かったっすね。こっちなんかありそうだ。ここを抜けよう。あ、こっちは通る道か。じゃあこっちはなんだ。あ、こっちはなんもないのか。裏とかいない？ないね。よし。いや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 、大変でしたね。結構死にましたよ、あのエレベーター。多分ざっくりカットしてあるのかなっていう気はするけども、正直報道はね、見ててもそんなに会話ぐらいしかあれだから。よし、 OK。 まあ本当にね、あー、地熱をエネルギーに稼働してるんだ。だから星がある限りエネルギーもあるって寸法さ。なるほど、地熱ってやっぱ偉大なんだね。あ、ランサーがいっぱいある。この銃とかもね、全然まだ現役ってのが驚きですけど。25年前の弾薬だったらなんかしけってそうな雰囲気すらあるのに、全然現役で撃てちゃうからな。で、ここは開けられて、
って、おそらくあの奥へ行きたいのかな。どうしてスナッチャーはわざわざ獲物をこんなところまで運んで、自分たちの巣に帰ってる。ああ、そうだね。そう考えるとスナッチャーとかいろいろ。これ何？ここ開けられる？ちょっと武器多いな。ローカストの死体を捨てただけじゃない、ここに武器も捨てていたんだ。ああ、ローカストの武器ね。ああなるほどね。あれでもそれだけか。ボルトックピストルはもう満タンだし、へえへえとしか言いようがないけど。つかボルトックピストルも一応あれなんだね、ローカスト側のテクノロジーっていうか武器だったんですね。ローカストがなんかこっちの武器を奪って使ってたっていうよりかは、確かねローカスト自前の武器だった気がするんだよね。ボルトックとかハンマーバーストとかは。あれが見えるか、あそこだ。あれが多分巣だ。急ごう。とりあえず次のチャプターっていうか、そうだね、次の話に進めるぐらいまではやっていきたいと思うけど、まあそのためにもおそらくフォードは全カットでザクッとやってあると思うんですけど。あ、これ何、オスミール、ローカストのシェルだ。あ、中にローカストが入ってるのか。無傷のままだね。そうか、破壊不可能っていう。破壊不可能、ダイヤをぶつけるとダイヤの方が砕ける。へえ、うん、まあそうだね、そうとしか考えられませんね。あ、なんか、あー、せっかくだしもらっていくか、ロングショット。もうパッパパッパ武器変えて、せっかく弾集めたのに何やってんだっていう雰囲気はありますけども、まあそれもね致し方ないということでお許しください。誰に許しをもらうのかわかんないですけど。で、ここを開けるのかな。ここは開かないのか。あ、Watch your step。 さてさて、どんどん奥へ進んでいきますよ。おっと、これ壊せるかな、壊せないか。フラグアウト、よし、オッケー、ジャストミート。こっち使うか、せっかくだしね。ちょっと待って、敵の位置を把握しないと。当たったけどさ、当たったけどしょぼかったな。よし、当たってるけど倒せてないっていうのが現状だな。 OK、 よし、あいつが助けを求めてる。さするか。で、これで弾なくなっちゃうけど、まあしょうがないか。お前だよ、お前顔出せ。おお、ちょっと降りてくんのかい。 I need ammo。 痛い、殴られたやばいやばい、危ねえ。ナイス、お、突っ込んできてる、突っ込んできてる。よし、危ねえ。よし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 。で、こいつらはランサー使ってるね、バッチリ使ってる。またローカストのシェルだね、すごい。うん、ここはおそらくもうほぼほぼ間違いなくローカストの墓場、まあ遺跡場っていう感じか、うん、あれじゃないってことをさ、ローカストのシェルを調べる。これはなんだ、なんか機械があるぞ。これは関係ないの。うわぁ、ローカストのシェルがいっぱいあんな。ここでローカストを出して仲間にするみたいな。そんなね、バイオハザードの、なんだっけ、あれあったじゃん。あれあったじゃんってよくわかんないけど。よし、オッケー。バイオハザードのあのネメシスを仲間にするみたいな。タイラントだったっけ、アウトブレイクか。
ほら。ちょ、マルちゃん、マルちゃん持ってんの。なんか喋ってる。ちょっと待って、これはやべやべ、ちょっと待って、あーこれ死ぬんじゃね、死にそう。おお、ありがたい。ちょっと待って、こっちに一回逃げよう。やばい、仲間が、俺が引きつけてる間になんか倒してくんないかな。やばいやばい、ここ降りられないの。やばい、お、ナイスナイスナイス。で、フラグ投げておこう。フラグアウト。もう一度行くか。フラグアウト。お、なんか、オーバーヒートしてる。よし、死んだ。よーしよーしよし。これはマルチャーかな？マルチャーだね。よしよしよし、オッケーか。おお、スワームがいっぱい来てる。やばい、助けられちゃう。で、一回逃げて。おお、また来たか。マルチャー使うしかねえな。おお、待って、あいつやばいの持ってる。あ、これなんか長押ししてると飛んでくるのか。なるほど、長押ししてるとあれが飛んでくるわけね。危ない、うおー強い。やべ、こんな時に。とりあえずこの横っぺりからこのデカブツは倒そう。いいねいいね、ここはあれが飛んでこれないみたいな、このなんかよくわかんないやつ。使い方わかんなかったけど、そうだね、おそらく本当に長押ししてると敵の方に飛んでいってくれるっていう感じなんでしょうね。とりあえずリロードしておこう。よし、 OK、 倒した。であとは普通のスワームを倒せば、ドローンを倒せば問題ない。ちょっと待って、問題ある。誰か助けて、助けて、ありがとうございます。 OK、 あとはどこだ、そっちにもいるか。まだ生きてる、生きてるね。いや、いっぱいいるな。そしてなんかちょっと硬いなこいつら。よし、 OK、 死んだ。よし、 OK、 であと多分1体かな。フラグを投げたいけど、リロードして突っ込むか。おそらく次顔出した時がやつの、ああそういうことね。残念だったな。俺たちを何度も殺した報いだ。ああ、よかったよかった。ドロップショットもらっていくか。2発しかない。The locusts weren't dead, they were cocooned. Transforming. あ、眉になってたってことか。イーブルバタフライ。最悪な蝶々だな、その。ということで、どうやら、ローカストどもは、この変な石の中で、変化を遂げてスワームになってたっていうことみたいですね。採掘施設の地下へ進む。で、ここ開けられるね。いやー大変だよ。警戒しろ、また来たぞ。つうか、ちょっとランサーの弾が危うくなってきたから、そろそろランサーの弾を補給させてほしいんだけど。で、これ開けて、いやでもこの地下にある施設を使ってローカストを埋葬でもないか。ならジュビーがそうは思わないよ。だってあの前を見たでしょ、あれは一緒だよ、私たちと。これね、あ、お母さんのお腹の中とかそういう
感じってことかな、その一緒っていうのは。ハンマーバースト、なんかアイテムがあるわけではないのか。既存だな。でこの奥へ進んでいって、マーカス大丈夫かな、ちょっと心配になってきた。まあ連れ去られた時がすでに心配でしたけど。オッケー、どうしてこんなところにいるの。アウターワイルドのゴミあさりかもしれない。なんでこんなぐちゃぐちゃになってんだ、何が起きたんだ。で2箇所一応開けられる場所があって、どっちへ行けばいいんだこれ。こっちを、あ、こっち開かないのか。こっちは開かないみたい。ってことはこっち開けるしかないんだね。開けよう。ほうほう、おっと、おお、なんだ。あー、またお前か。ちょっとめっちゃ近づいてくる。やべ、しくった。まずいまずい、ちょっと一回逃げつつ、あ、やべえ、ダウンした、助けて。こいつらを倒そう。よし、オッケー、ターゲットダウン。よし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 、ジュビを一匹でも多く倒しとけば後であんまりドローン。本当だね。よし、ランサー大量に弾をゲットしました。で、この奥、おお、また備蓄品があった、山積みだな。ローカストの武器そんなにいらないんだよな。トルク棒ぐらいでしょ。でも今ドロップショットあるからトルク棒もいらないな。おーおーおお、前方だ、敵がいるぞ。で多分あれ落とすと死ぬはず。死んだ、潰れたかな。待って、なんか銃挟まってない、あれ。いった、ちょっと待って、いた、たたた、助けて。グレネードはいいから。グレネードは後でいいから。これドロップショット、うん、全然ダメだな。これで倒しちゃおうか。いた、このね、リロード終わった後のリロードがそれなりに、これあのロングショットはかかるので、その後にね、こううまく、よし、オッケー、倒した、ターゲットだ。おーおー、マジか。ちょっと待って、ドロップショットいくか。ほら、暗い、ちょ、上に行っちゃった。使えねえ。やっと使い方分かったと思ったのに。なんかやってる、なんか敵をパワーアップさせてんのか、あの雄たけびかなんかで。お前が邪魔だよ。おお、やばい、歯が飛んでくる、危ない工具使ってる。よし、オッケー、ターゲットダウン。ハンマーバーストが乗っかってるけど、どういうこと。なんか眉の上にハンマーバーストが乗っかってるけど、バズキルはいいや、バズキル重いもんね。なんだこれ、ランサーゲット。これなんかやんのか。何これ、何これ、こういうのを前から動かしてみたかったんだ。何これ、ちょっとよくわかんないけど、かっこいい、あのエイリアンに出てきたあのローダーみたいな感じだな。 A を長押しすると敵は障害物に向かって突進する。あ、なるほど、
オッケー、これで敵を倒せってことだ。ほら、あーちょっと楽しいかもしれない。これはこれ楽しい武器でしょ。武器っていうかロボだけど。でストンプ、ストンプができるみたいだけど、おおこれ楽しいな、これめっちゃ楽しいぞ。これ降りれるのかな。あ、 X で降りれるんだ。あ、いいねエイリアン的なね。で、どうやらこれは防御もすごいみたい。おー、いいね。あれでも、あ、壊れちゃった。あー、残念。敵は全滅だ。一方あれし、ローダーがぶっ壊れたみたい。もう誰が見ても明白です。ローダー乗ったままだ、これだけで終わっちゃうのかな、ローダー。うん、もう戻れないですねどうしてって、燃やされちゃったじゃん。うん、そうだね。親父を助けて、もしかしたら母親もいるから、それも助ければみんなのね、知恵を合わせて脱出することも可能かもしれないからね。あー、ローダーもっと乗ってたかったな、楽しかったのに活躍する場が少なすぎんだろ。もしかしたらね、あ、近くにいるぞ。うん。ってことはそろそろ救出できるか。救出したらチャプター終わる？その前に一回戦闘がありそうだけど。まあ見えたぞ。ここは？Alright, check the pods for my dad. He's gonna be in one of the newer ones. Hurry. Snatcher! Alright. おお。よし、仕返しするか。で、多分こいつがボスか。こいつが。おお、捕まってる、捕まってる。危ねえ。いや、まあ仲間だしな。助けてあげないと。ちょ、待って、燃えてたのか。ありがとう。めっちゃ走ってくる。こっちの武器なんだっけ。あー、これか。すいません、弾がない、弾がない。あっち、うそ、やばい、捕まる。誰かが捕まった。捕まってるとこういう画面になるのか。ちょっと待って、待って、持ってかれてる、持ってかれてる。しないから、結構もう長いこと戦ってるんですけど、だからな、何が当たってんのそれ
マジ何が当たってるのか謎なんだけど、その尻尾。お、よし、倒した。よーしよーしよし、スナッチャー撃破です。さてと、マーカスが入ってるのはどの前かな。とりあえずマーカスを探そう。では、ケイト、オブヒュー。そうだね、こっちでした。あそこで眉を壊す必要は全くなかったということですね。ここか。あれじゃん、あの眉を新しい、あれだ。この中に。Never die, James. Yeah, we figured that out. Kate, your mother. What about my mother? Yeah, she's alive, and she's not being treated like the others. Not potted. Where is she? Another grub burial site. It's not far. Take me there. Wait. Your people from the village.I felt them too. For a while. They didn't make it. Oh, damn it. Oscar. Kate. I'm really. Mourning our friends isn't gonna help my mom. All right. What's the plan to get topside?You're not gonna like it. さて、ということで、アクト4チャプター1脱出。うん、親父を助けられましたね。よかった、お前に酔うぞ。で、どうやら母親はまだ全然眉に入れられてローカストにされるっていう感じじゃないみたいだけど、あれだね、あの村の人たちは全部多分もうローカストに、ローカストっていうかあれか、うん、スワームにされてしまったっていうことでしょうね。この中に入ってるとなんかその眉全体がつながって神経で感じられるらしいですけど、気味が悪いね。ということで、続きはまた次回。それじゃまたな。